なんか家族の写真を今にこういう綺麗な額縁に入れて飾ったったで、うちで。その部屋で兄貴と一緒に室内でちっちゃいボールでサッカーやりよったのね。サッカーやって兄貴がアホやからシュートってバーンって打ったら、その大事な額縁に入った家族写真のガラスにバーンって当たってピシャーって割れたのね。これはまずいと、これは怒られるぞ、どうすると、2人で撮った行動が生実家ガラスがあるからバレるんやとね。もうガラスを全部外してハンマーで叩いてバリバリにしてガラスを集めて、ガラスを近所の廃品回収のとこ捨てて、ガラスなしで枠だけつけて写真むき出しにしたらバレへんやろっつって、小学校の朝知恵で「いやこれ大丈夫大丈夫」って言って「バレへんやろ」って言って言って、で親が帰ってきて、そっからね7年ぐらい飾ってありましたけど、誰も気づかなかったです。そう、大して誰も見てない。